上位ギャスライトはアメリカ合衆国ミシシッピー州出身の元プロ野球選手。日本のメディアではガスライトと表記される場合もある。2001年6月5日、タンパベイデビルレイズから MLB ドラフト32巡目で指名され、同年の8月29日に契約を結んだ。2002年、デビルレイズのマイナー組織である A 級チャールストンでプロデビューを果たす。 その年は59試合の出場で打率、264.14打点を記録。また、持ち前のスピードを遺憾なく発揮し、59試合で22盗塁を決めてみせた。2003年は、アドバンスド A 級ベーカーズフィールドと AA 級オーランドの2チームでプレー、計111試合の出場で打率、334.69盗塁を記録し、翌年に実現することとなる。 メジャーデビューへの足がかりを作った。2004年6月25日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャーデビューを果たした。シーズン通して19試合しか出場機会を与えられなかったが、約3試合に1つのペースで投類を決め、6投類をマークした。2005年は76試合の出場で打率276.20投類を記録し、ほぼメジャーリーグに定着した形となった。 2006年もデビルレイズで開幕を迎えたが、打率が一向に上がらず、55試合に出場して打率、201となった時点で、カンザス式ロイヤルズに放出された。移籍後のロイヤルズでは息を吹き返し、打率、262を記録。またメジャーデビュー後自身初となる本塁打も放った。最終的には2チームで、計134試合に出場し、打率。 238.1本類が41打点22盗塁を記録。2007年は年間通じてロイヤルズでプレー。出場試合数は前年から60試合も減少したが、一方で打率307、出塁率371を記録し、翌年以降の一番打者定着が期待された。2008年は自身二度目となる100試合出場を達成。しかし、 打率は250代に逆戻りし、期待されたほどの活躍はできず、一方で2年ぶりに20投類以上を記録した。そのシーズンオフにシカゴカブスと契約を結んだ。2009年はガイアの控えとしてスタートしたが、5月8日にマイナーに降格した後、ボルチモアオリオールズのライアンフリールとトレードされた。8月29日にウェーバーでボストンレッドソックスに移籍。 12月13日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結ぶ。2010年3月28日に解雇され、30日にオリオールズとマイナー契約を結ぶが、7月22日に解雇され、8月6日にアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。2011年4月13日にアメリカンアソシエーションリーグのシュリーブポートボージャー、キャプテンズと契約し、 6月10日には、ノースアメリカンリーグのユマスコーピオンズと契約。8月31日にレッドソックスとマイナー契約を結び、9月13日にメジャー昇格。2012年は、メキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約するが、後にアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュに所属。5月24日には、シンシナティレッツとマイナー契約を結ぶが7月14日に解雇。 2013年7月2日にアメリカンアソシエーションのカンザスシキティ・ボーンズと契約、オフに引退した。小柄ながら、類いまれな身体能力の持ち主。足の速さはメジャーナンバー1と言われている。彼の驚異的な身体能力を示すものとして、友達に車を飛び越えている特技を見せている時に、偶然スカウトが通りかかり、スカウトされたという真偽は定かでないエピソードがある。また、 2002年には普通サイズの乗用車を軽々とジャンプして飛び越した経験があり動画サイトの YouTube にその動画が掲載された2007年8月1日にメトロドームで行われた対ミネソタツインズ戦で1試合に2度何でもないレフトフライを補給できずにこいつ、この模様は8月5日にサンデーモーニングの週刊ご意見版で放送され出演者の大沢刑事と張本勲夫 関口博史に呆れられた、村上正則、メジャーリーグ、完全データ選手名館2009交際道、出版、2009年、336ページ、ISBN 978から4から331513705、月刊スラッガー4月号日本スポーツ企画出版社、2009年、53ページ、雑誌15509から4、ありがとうございます。